日本茨城県日立中市海門町海門町は、茨城県日立中市の町名。海門町1丁目から、海門町2丁目まであり、住居表示実施地域である。常住人口に基づく2021年2月28日、現在の人口は561人、2010年10月1日、現在の面積は0.3118857平方キロメートル。 郵便番号は311-1222。中川の河口に開けた地域であり、都市計画道路に囲まれた住宅地が広がる。日立中市の南東部、中港地区の南端に位置する。北園は、港公園、東園は、中港漁港に隣接し、南園を中川が流れ、海門橋によって、対岸の大洗町と結ばれている。北は、港中央一丁目。 東は港本町、南は中川を挟んで、大洗町磯浜町、水戸市、川又町、西は栄町一丁目と接する。海門町は一丁目と二丁目からなり、町域の中央を南北に通る茨城県道108号、中港大洗線が町目海になる。県道の東側が一丁目、西側が二丁目に当たる。 世帯数及び人口は2021年2月28日現在、面積は2010年10月1日現在の値である。私立の小中学校に通学する場合、海門町全域が中港第一小学校、中港中学校の学区となる。海門町に相当する地域は、港内市は中港と呼ばれてきた地域の一部であり、水戸市の六地蔵寺が所蔵する文書、 西京奥垣の文が4年11月26日の項に中港の文字が記されている。中世には、日立国吉田郡に属し一般に港と呼ばれ、すでに周辺地域における有力な港としての地位を築いていたと考えられている。近世には、日立国中郡浜田組に属し、港村として当初は、佐竹資料、慶長14年以降は、 水戸藩領であった。江戸時代の港村は、江戸地、道の区国と江戸の間の物資輸送の中継港として、賑わい、中川を介して下屋国との間での取引も活発であった。港村は、水戸藩唯一の港であったことから重宝され、水戸藩別邸の遺品格が設けられたほか、藩内の長者番付の上位に、港村の商人が20人以上も入っていた。この頃には、 海門という地名はまだなく、海門町の一部にあたる辰野口には、水戸藩が解剖のための船倉を設置し、対岸の磯浜村岩井町とを結ぶ辰野口都線は、高下年間に水戸藩の運営となり、辰野口川番所が置かれた。海門協調村制が施行されると、港村は単独で調整を敷いて、港町となり、伝統的な漁業のほか、タバコ製造業、 干所切り干し製造業が発達し、中川の汽線や鉄道の開通といった交通網の充実も進んだ。海門町に相当する地域では、1895年11月9日に初代の海門橋が架橋され、1908年に静岡県で技術を学んだ宮崎理七が小川町に干所切り干し製造所を開設した。 1930年11月19日には4代目の開門橋が開通し、橋の上を水品電車が通り、港警察署前に水品電車の終点となる電停が設けられた。しかし、この4代目開門橋は、下橋時点ですでに傾いており、1938年6月30日に大きな音を立てながら落橋した。1943年、 宮崎慶一郎による私立図書館、法音会図書館が開館した。1954年、中港町は市政を施行して、中港市となり、大技なし地域にあった小技を町名化し、76町が成立した。海門町に相当する地域には、五天町、一丁目、辰野口、堀川街、小川の五町が設けられた。同年5月、 調子会場保安部中港分室の庁舎が建設された。四代目海門橋の落橋後、再建が検討されたものの海門橋より上流側にある港大橋の架橋の際に建設所へ、港大橋一本で十分と届け出ていたこともあり、再建は難航し、1959年7月20日にようやく開通式が行われた。 1967年4月1日、法恩会図書館が中港市に寄贈され、中港市立図書館となる。1978年、中港中心部の地名整理が行われ、開門町が成立、同時に1丁目と2丁目が設置された。開門町の名前は、開門橋に由来するが、開門橋の命名の経緯や命名者は不明である。同年5月8日、 新しい中港市立図書館が開館したことにより、旧図書館は文館となった。この文館は1983年に、上港市社会福祉会館に階へ移転し、開門文室となり、2004年9月30日まで存続した。中港会長保安部は1990年2月に、和田町に中港運輸総合庁舎が完成したため開門1丁目から、 移転した、路線バス道路、ありがとうございます。